ノルウェーの教育について記す。ノルウェーの教育は6から16歳の年齢について義務教育であり、初等教育と前期中等教育に分けられる。義務教育以降も16から21歳までの国民は法により雇用されるか就学していなければならない。ノルウェーにおける学期は8月中旬から始まり、翌年1月の上旬中旬で前期、後期が区切られ、 6月下旬2年度が終了する。ノルウェーは15歳対象の PISA 評価において、スカンジナビア諸国を上回った。またボローニャプロセス参加国である。幼稚園は6440校存在し、うち55%は私立校。義務教育である初等、前期中等教育におけるカリキュラムは以下。学校数の4.7%は私立校。 63歳を対象とする7年間の初等教育。初等教育に属する学生のうち1.5%が私立学校へ通う。成績は評価はされず、教員による助言が記される。テストは家庭で実施され、親と共有される。13から16歳を対象とする3年間の前期、中等教育であり義務教育。 前期中等教育に属する学生のうち10%が私立学校へ通う。16から19歳を対象とする3年間の後期、中等教育。また、フォルケホイスコーレも存在する。一般教育と職業教育に分かれる。450校が存在し、学生の94%は公的学校に通学する。オスロ大学7校の大学が所管する。 最低履修年数、学士、修士、博士公立、公立六校、私立三校、おスロ国立芸術大学短期課程と中期に分かれ、校舎は学士号が付与される。公立、私立、コース例、経営、マーケティング、芸術高等教育に属する学生のうち10%が通う。ありがとうございます。